クドキグリーン。ちなみに塩は大塩の3日目っすね。緊急企画、エビゴーダッチャーンス。これからお見せする映像に、イカのあたりがあります。来た来た来たね、おっさー、でかいんじゃないこれ、結構。よし、やった携帯の沈下効果。はい、もしおめでとうございます。はい、おめでとうございます。いやー、初打ちっすか。初打ちなんで初打ちって、まあ、今回ですね、まあ自分はあの初打ちじゃございません。昨日やってきておりやす。そちらの映像がこちらです。こんにちは、ひとり長江です。風がねちょっとあるんですけど、まあいい感じなんで早速やっていきます。一発目の駅は、速度器グリーン軽ムラになってるので、結構自分は好きなボディですね。ワイルドチェイスのですね、ニューカラー、最近軽ムラ関係が出てきてるんでありがたいですね。風がえぐいな。いいね、塩の重みあるな。ちなみに塩は大塩の3日目ですね。大塩3日目の旅館前ですね。水深はですね、そこまでここないんですけど、塩通しがいいんで結構フリーでいつも流してます。何がダメなんだ。うわー早かったか。庭の秋田な、乗ってこい乗ってこい乗ってこい。緊急企画、エビ強奪、チャーンス。この企画は、初太からエビを強奪できる素晴らしい企画です。初太いいよな。うん。よし、それではクイズです。これからお見せする映像に、イカのあたりがあります。いつあたりがあったでしょうか？正解の分数をコメント欄に書き込んでください。当選された方には、コメント欄にてご連絡させていただきます。来た来た来たね、おっさー、おったよ、おったおったおった、でかいんじゃないこれ、結構。ほら、おった結構いいサイズなんじゃないですか。よし、イエーイ、やったー。ちょっとでも待って、ガリガリしないで、ガリガリしない、ガリガリしないで。くださーい。太いですね。すみません、このエギの名前がちょっとわかんない。800ぐらいはありそうだな。やったー、開けましておめでとうございます。ちょっとね、普段売ってるところから気になって奥の奥まで歩いてきちゃったんですよ。いやー、でもマジ良かった。測っていきます。えぎ抜いて850ぐらいですね。
って感じで釣ってきたんですよね。あ、そう、まあ、最近あのワイルドケース自分が使ってあの調光の方をしてたんですけど、今回ちょっと公式でルアーショップ WH こちらの方のモニターに就任されました。早速この間プロトのエギを渡されました。漫画倉庫谷山店のオリジナルカラーになっております。遊んでいけたらなと思っております。ぜひそちらの方の応援もよろしくお願いします。じゃあ早速、はい、やっていきましょう。はい、今からねワイルドチェイスのケムラブルーですね、やっていきたいと思います。うわー、今年初投げ釣れそう。うわ、風あんな。早速ですね、プロトイですね、実際にやっていきたいと思います。飛距離違いすぎんなマジで。何がいいかって飛距離がすごい、見てて。まあ今スクマニ の P03 ですねをつけてるんですけど、まあ強度はまあ申し分ないし、風の影響もね受けにくいんで結構やりやすいですね。最初の頃はちょっと06から03に落としたんで違和感がすごかったんですけど、だん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 馴染んできたんで。ちょっとフーミン、乱眼してくるよ。携帯の沈下口か。よいしょ、石の沈下口か。ここ油断できん。ランガンスタイルに変更っすね。めちゃんこ歩いてきたっす。うん、来た来た、来ましたね。いました、いました。うーらおった。違った、袋やった。絶対使われるよ、絶対使う。待ってよ、髪跡バリあるけん。恥ずかしい。これ登れる？帰りよ、これ行きはよいよいパターンやろ。お、死ぬとこやった。俺そんな足長くない。うわ、やばい。ここ良さげけどな、ここ俺打ってみるわ。だけどレックしてなかった。レックはしてなかったけど来ました。チャイピカちゃん。400ぐらいかな。ないな、400、350ね。反応良かったな、 2,3 投目できたっすね。ありがとう。昨日に引き続きこれワイルドチェイスのニューカラーですね。福崎グリーン、ケイムラスね。これも4色か5色出たんですけど、そのうちのですねカラーリングが2つ気になって、これと、あのピンクの方ですね、2つ気になって、それは即買いしたいと思います。こんな緑なとこ通った記憶ないな。通った？いや違う、どっかででも下ってきたもんな。あ、ここやったの。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。きついね。でもね、新規開拓ってやっぱ大事っすよね。そうもう来ない、もう来ない、二度と来ない、二度と来ない。春の満潮で一回だけ、もうそれラストもう。まあそんな感じで、俺釣ったっすよ。釣った？俺は釣ったっすよ。なんで？コメント欄でちょっと釣り方教えてもらおうかな。みんなが
書いたコメントを実施していこうと思います。今年もリルヤのですね若者勢の方も頑張っていきますので、はい、ぜひこちらの方の応援も、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは